藤原明夫は、日本のジャーナリスト、毎日新聞記者。福島県岩き市生まれ。1961年、福島県岩き市生まれ。東京育ち。北海道大学工学部資源開発工学科、卒業後、住友金属鉱山に入社。1989年、毎日新聞社記者に転じる。 長野市局を経て1992年より外心部。ヨハネスブルグ特派員、メキシコシティ市局長。メキシコシティ市局長時代の2005年に、アフリカを舞台にした短編集、絵はがきにされた少年で、第3回集営者、開口剣ンフィクション賞を受賞。2008年3月から、ローマ市局長。2012年4月から、 本社有刊編集部を経て、2013年4月から、郡山市局長。2014年4月から、本社編集委員。主な著書に、絵はがきにされた少年、ガルシア・マルケスに葬られた女、本老者、ギリシャ危機の真実ルポ、破綻国家を行く、資本主義の、終わりの始まり。世界はフラットに物悲しくて特配ノート1992から2014。 毎日新聞社ウェブサイトの記者ページ、藤原明雄の引き出しでは、紙面掲載記事のアーカイブや、オリジナル連載コンテンツ、大衆作家、ガルシア・マルケスが公開されている。他に、社会福祉法人東京ヘレン・ケラー協会発行の展示月刊誌、展示ジャーナルに、長文コラム、自分が変わることを連載中。2014年より、毎日新聞の大型企画。 戦後70年で、原子の森、深くを連載。広島原爆で生死の淵をさまよい、湯川秀樹の下で、理論物理を学んだ森和久は、戦後、ジャーナリストとして、実名、筆名、匿名3本の筆を使い分けながら、原子力問題を追い、30歳で、自ら原子力の世界に入ってゆく。晩年は、原子力村のドンと呼ばれた男の生涯に迫った。 表伝。第1部、広島の謎。第2部、孤高の戦い。第3部、湯川博士の影で完結。南アフリカ共和国の報道写真家、ケビン・カーターが、内戦と干ばつで飢饉にあえぐスーダンで撮影し、1994年に、ピューリッツァー賞を受賞した写真、ハゲワシと少女に興味を持ち、1997年から取材を始める。 その内容を綴った短編が、あるカメラマンの詩というタイトルで、絵はがきにされた少年に収録されている。あるカメラマンの詩で、藤原は、写真が撮影された現場で、カーターのすぐそばにいたカメラマンのジョアをシルバにインタビューし、その際シルバが撮影した、目を塞いでいる少女の写真を見せられる。シルバの写真に映る、痩せ細った少女は、 ハゲワしと少女の少女に似てはいるが別人で、少女たちの親は、食料配給を受けているところだったという。その時の様子について、シルバから、親親はすぐそばで食料もらうのにもう必死だよ。だから手が塞がってるから、子供を、ほんのちょっと、ポン、ポンとそこに置いて、ケビンが取った子も同じ。母親がそばにいて、ポンと地面にちょっと子供を置いたんだ。 その時、たまたま、神様がケビンに微笑んだんだ。撮ってたら、その子の後ろに、ハゲワシが、スーッと降りてきたんだ。あいつの目の前にという証言を引き出している。ハゲワシと少女の写真には、なぜハゲワシに狙われている飢餓の少女を、救わなかったのかという人道的立場から、批判の声も寄せられ、ピューリッツァー賞受賞直後に自殺したケビン・カーターについて、米国の雑誌。 タイムやニューズウィークがその背景をまとめている。藤原はそれらについて次のように指摘。自殺したカメラマンの繊細さ、戦場報道で壊れていく心の奇跡をあまりに出来すぎた物語として描いている。藤原明をあるカメラマンの島田四国で少女が、 と叫んに噛み殺された事故を引き合いに、アフリカを日本に伝えるものとして、悲劇のイメージばかりを送り出すことに、違和感を持っているとも書いている。それは、とても不幸な不慮の事故と言えるが、それ以上のはっきりとしたメッセージはない。なぜなら、現場が、日本だからだ。だが、このハゲワシの前に突っ伏した少女は、アフリカでも、特に肌の色が濃いスーダンの女の子だ。 それだけで世界に配信される写真には、アフリカ、戦場というキーワードがついて回り、すぐさま政治的な意味が加わる。藤原明夫、あるカメラマンの死、ハゲワシと少女が撮影された背景についての藤原の指摘は、タイムなどのメディアで取り上げられている。2003年3月31日、イラク戦争を始めた、米政府をワシントンで取材していた折、 米軍のクラスター爆弾で即死した乳児の遺体写真に衝撃を受け、同年9月にイラク入りした際、バビロン州の町ヒッラでその遺族を突き止めた。ロイター通信などの配信で世界中のメディアが大きく掲載した写真だったが、身元は不明なままで遺族も藤原の訪問まで写真撮影の事実を知らなかった。乳児の名はヤコブで、 警視5人も空襲から逃走中、同時に犠牲となり、重傷を負った父アブドゥルと、母アリアが生存していた。藤原は一連の事実を、同年9月の毎日新聞連載、バビロンの楽園などで報じた。2007年観光の、ガルシア・マルケスに葬られた女では、コロンビア出身のノーベル賞作家、ガブリエル・ガルシア・マルケスが、代表作。 予告された殺人の記録でモデルにした女性、マルガリータ・チーカの実像に迫り、マルガリータ・チーカが死の直前、自分を捨てた元夫を許したこと、ガルシア・マルケスが病床に何度も電話をしてきたが、それに答えなかったことを新たな事実として伝えている。ラテンアメリカ文学研究家で翻訳家の野谷文明は、予告された殺人の記録、 12の変歴の物語の解説で予告された殺人の記録の理解には、マルケスの一族の家族関係が重要で、それをシルさんちょっとして、マルケスの弟、エリヒオが書いた、サンティアゴ・ナサールの第3の詩、記録の記録、シルビア・ガルビス著ガルシア・マルケス一族と共に、藤原による、ガルシア・マルケスに葬られた女を挙げ、その理由を次のように書いている。 事件の中心人物にインタビューを行い、とりわけヒロイン、アンヘラ・ビカリオのモデルになったマルガリータ・チーカに、焦点を合わせて書いている。藤原は、予告された殺人の記録が出版されたことにより、彼女が再びスキャンダルに巻き込まれたことを伝え、作家の倫理の問題にしているのだが、それはこの小説の実話性と同時に、リアリティの強度を示しているとも言えるのではないだろうか。 野谷文明、2008年、新庁舎予告された殺人の記録、12の遍歴の物語、解説よりまた、野谷はマルケスが、土地の隠語を多用させている下りで、著者が披露している例に、景観のスープというのがある。これはおそらく架空の料理と思われる。著者によれば景観は、隠語で、諸女幕を意味するというと藤原の指摘を紹介している。 2014年12月、衆議院総選挙の取材の応援で、秋田に入り、12月19日付の毎日、新聞秋田版の署名記事で、テカテカ光った、自民党県連の幹部、親父たちの顔だ。当選が決まり、ありがとうと言っては、万歳をし、カメラの前に居並び、乾杯までしている。めでたい、嬉しいという無邪気さは、どこから来るのかと記述したが、 当該記事に添付された写真には、保住市秋田市長、保守系市議会議員、講演会長らが写っていたのみで、自民党秋田県連の幹部は写っていなかった。自民党県連はこの記事を含む、計7箇所の事実関係について、根拠を文書で回答するよう求め、表現について抗議 毎日新聞は2015年1月10日付の秋田版で自民党県連の幹部がカメラの前に居並び乾杯までしていると記し写真を掲載しましたが自民党県連の幹部はいませんでしたお詫びして訂正しますと謝罪訂正しニュースサイトから当該記事を1月9日夜に削除した毎日新聞の第三者機関、開かれた 新聞委員会での審議において、テカテカ光ったという表現について、身体的特徴や生理現象についての描写に、悪意を感じる。悪意があると思われても仕方のない部分が散見される、との指摘を受けた。2015年2月19日、毎日新聞秋田版と福島版に改めてお詫びが掲載され、思い込みが強く、悪意とも取れる表現もあり、 例を失する点がありましたと謝罪した。ザ・ライフ・アンド・ a n オブ・ケビン・カーターバイスコット・マクロードヨハネスブルグマンデー・セプテンバー1 2 9 9 4タイムマガジン・ハットラモグラフィーマガジンインフルエンシャル・フォトグラフスストラグリング・ガール1993バイケビン・カーター毎日新聞 2003年9月12日の記事、バビロンの楽園走行、ウェブマガジン、風、ね。桜井敏弘。ガルシア・マルケスに葬られた女、藤原明夫。一般社団法人ラテンアメリカ協会。http://latin-america.jp/.archives/.55978ab。 毎日新聞飽きた番が、お詫び掲載、テカテカ光った、自民権連幹部問題、産経新聞、http www.sankei.com スラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ150110スラッシュ PLT15011000012-n2.html2015 年1月10日閲覧 ABE 毎日新聞に飽きた、福島版が大型お詫び、テカテカ自民幹部問題。産経新聞。h t t p w w w s e n k e i c o m e n t e r t a i n m e n t s n e w s 1 5 0 2 1 9 e n t 1 5 0 2 1 9 0 0 0 3 n 1 h t m l 2 0 1 5年2月19日閲覧。 ありがとうございます。